この動画では RS ヘッドのスライドプレート固定ネジの交換方法を紹介しますはじめにロックつまみ固定ネジを取り外します六角レンチを使い止めネジを外しつまみを取り外します次に固定ネジを取り外しますこのようにネジが折れて中で残ってしまった場合は先の尖った工具を使い引っ掛けて半時計回りに回しネジを取り外します 固着して取れない場合は修理になります。次に交換する固定ネジ・つまみを取り付けていきます。最初に固定ネジに付属の O リングを取り付けます。次にスライドプレートが付いてない場合は取り付け、固定ネジを止まるまでねじ込みます。次にロック位置を調整します。つまみ先端を6時から7時方向に合わせます。 次に止めネジで固定します。最後にロックを解除してスライドプレートがスムーズにスライドしロックした時にしっかり止まることが確認できたら完了です。